皆さん、こんにちは。ピクミンの見た目が変わってしまいました。はい。嘘です。今日はピクミン4やっていこうかなと思ってるんですけど、ちょっと食事を取った後で気持ち悪い。眠い。けど、なんで眠いかというと、この BGM がね、ね、もう悪いよね。やっぱ BGM が一番。一番悪いよね、BGM が。すごい寝かしに来るんだよね。でも今回ピクミン4さ、やっていくんだけどさ、1、2、3も終わって、まあ、最後になったのよ。そう。で、今回出てくるピクミンね、1、2、3で出てきたピクミン全部出てくるんだって。だから、紫と白も出てくるし、岩と羽も出てくるんだって。ちょっと楽しみだよね。今までのピクミン。ちょっと楽しみよね。で、これ段取りバトルっていうのが新しく増えてるっぽくて、ちょっとまだよく分かってないので、ストーリーからやっていきたいと思うんだけど、設定を見ると、ジャイロもついてるね。なんなんだろう、ジャイロって。まあ、とりあえず、初期設定でやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ストーリーは一人。二人で遊ぶ場合は、援護射撃モードがあるんだって。なんだそれ。二人でできるらしい。ピクミン2は。あ、4は。なんか退化したぞ。右下のローディング画面かわいいな。ピクミンが歩いてる。あー、俺もちょっと眠くなってきたから散歩しようかなと思ったんだけど。ちゃんと起きました。なんか最近、よく寝てて。よく寝てて眠いみたいな。寝すぎたね。トムスはキャプテン、オリバー。始まったか、ストーリーが。ウィントウィント、ゲロ、ヌル、ドルピン。なんか、オリバーの話だね。ベー、レベリー。主人公なんだな、どこ行っても。お水飲みます。今ラスト、ドルマストソン。え？ドース、え？オリバー墜落したんだって。ウェラス負ける。大丈夫？ラッパー壊れちゃったんだ。せっかく直したのに3で。マーラモール。ブロックトン。結局ずっと帰れてないぞ。あ。ブクナ。ピクミン。ピクミン。これさ、ワンの話じゃない？今思ったけど。ニラマドピクミン、ソルーオリネマ。そうだよ、これワンの話だよ。トーボール、ラーバラスタロ。今のオリマは健在なんだ。で、ウェバ、そう。ラバで、語り部となってんじゃない？ノクル、ヌルンド。違う、なんだこれ、なんだこれ。ラバッテプンだ。違う違う、いや違う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 、現在進行形だ。うん、誰？ラストウェン。あ、これパッケージにいた犬だ。これパッケージにいた犬だぞ、多分。ブリボガン、ラバラスタルマネ。ワンちゃんも増えたの？ピクミンじゃなくて。新しいワンちゃん。で、どういう話なんだろうね。ウィンドルスパーラ最後の探索地となる場所へたどり着いた。おう、水面下で動いていく。わあ、え、いえ、待て、我々の世界に来たのか今。オリマ、え、ついに垣根を越えてきた。そんな見た目だったの？そんな見た目だった犬。このエリアはこれまでと何かが違うな。なんか、人間の世界やってきたみたいだったけど。あ、ピクミンたち、もう赤、青、黄色っているんだね。持ってるんだね。
すでに持っていた。いや、なんか隠れて見てるぞ。あ、すごい、ピクミンっていたらこんなサイズなんだ。あ、すごい、ちっちゃい。意外と思ったよりもちっちゃい。どうした、猫ちゃんも見に来ました、ピクミンを。参ったな、ピクミンたちの様子もおかしいようだ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。まだずっと壊れたままなのか。最後のパーツって言ってたよね。最後のパーツ、なんか乗ったぞ。なんだこれ、犬乗って動いてる。正面を見て移動。はい、確かここに。あれを壊してみよう、だって。どうや、長押ししたままであれをつけて力がいっぱい。つまり、ジャンプここなの。ジャンプできるんだ今回。今までジャンプできなかったのに。ちょっとジャンプがね、X ボタンなのはちょっとスプラやってる俺からしたら、ちょっとやりづらいけど、まあ。ピクミン、こんにちは。ピクミン、こんにちは。笛で呼ぶ。これ今までと変わらないね。張り付くの？かわいい。でも100匹はさすがに張り付かないだろう。どう？日記書いとくか。はい。なんか今回のちょっとまた変わってくるぞ、やり方が。ジャンプ必要なのか？飛び降りていいって。あ、ピクミンたちいるじゃん。おーい、おーい、おーい、なんか落書きしてる。子供が落書きしてる。な、この奥に気配を感じる。どこだい？ここにもおるで。そこにもおる、そこにもおる。この上にもおるので、しっかり呼びましょう。キビグミもいる。突進で壊す。はめて。はい。100匹ぐらい集めんのかな。おい、切ろう。OKOKOK。ピクミン投げれん、あ、一応投げれるのか。あ、すごい、一応ね、やり方をね、理解できてきたわ。でもピクミンシリーズいろいろやってるだけあって。おーい、みんなー、ここにもいる。隠れてやがる。一応ジャンプで登ることもできるんだって。とりあえずぐるぐるして集めれたんじゃないか。あ、ジャンプができない。ここ登る。これは突進だね。うい、オッケーオッケー。あ、なんかいる。うわ、すごいトゲトゲしい。気持ち悪い。新しいな、こいつが持っとる。トゲが邪魔だって。あいつの周りを動き回って隙を伺う。あ、わかりました。ちょっと戦いを伝授してもらってるわ。任せなさい。ここだ。腕についてる、なんか。いいね。あ、やべ、今チャンスだ。張り付けてた。うわー、やばい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 。針線も刺さっちゃう。針線も刺さっちゃう。うらっ、死なないで。突進したらピクミンが出来ない。なるほど、こうやって倒す生物もいるんだね。てか犬乗ってないときついな。あ、無線機、無線機ゲット。やっぱ最初はチュートリアルをね、しっかりこなしていかないといけないんです
ローディング長いな。ローディングめちゃくちゃ長いぞ。やばい、眠くなってきた。なんで動画撮ってんのに、眠くならなきゃいけないんだよ。あ、俺のノルマは終わります。話終わるじゃんこれねえ。次何信号ソウル、タパパド、ロノマ。あ、お水がうまい。トントロ1ヶ月まずもそんくらい遠いのか。いやいやいや、ちょっと1ヶ月にレスキューが来たんじゃなくて、1ヶ月後に向かったってこと。しかも結構多いな人。56人いたぞ今、犬入れて。犬もいたな。あれってあそこの何、あの新しい星で出会った犬じゃなくて元々いたの。救助に訪れた彼らもまた遭難してしまった。何してんの。いわゆる二重相談である。もはや私の命運は尽きたと。なんか文集みたいな書き方してするじゃん。ちょっと硬いやつ、硬い言い方。一人残ってたのね、新人の隊員が。誰、みんな助けんのね。分かった分かった、話大体分かった。誰、そして人気ミッション、レスキュー隊を救助せよ。何人だこれ。1,2,3,4,5,6 人と1匹じゃない。多分ルーイは、ルーイどこ行った、社長どこ行った。 ID カード作成したらしいに出動。選べるの、自分で選べるんだけど。じゃあ、あー、顔も選べちゃうの。一番俺に似てるのにしよう。これかな、一番似てると思うわ。目は、目俺ね、まん丸。まん丸。まん丸、これか、まん丸。ドラえもん。あ、言っちゃった。ダメ。なんか変なキャラクターみたいになっちゃう。女の子にもできる。何が一番しっくりくるかな。まあ、でも似せるならこれかな。髪色ね。どうしようか、ピンクかな、似せるなら。ピンクでピンクかな、これ。名前、うなちゃん。キャラメイクができるんだったよ。新人隊員。俺だったんだ。俺のことだったんだ。新人隊員って。はい、はい、はい。人材不足ってことですね。こうして、私のメインと。消息を絶ったレスキュー隊の捜索は一人の新人隊員に託された。これオリマーが言ってるからね、この言葉。てか地球だ、でかっ、地球でかっ。大気圏で燃えるぞ、そんなことしたら。地球の大気圏ってのがあって、あの変な小惑星とかが燃えて、ね、墜落しないようになってんだから。ピンクの宇宙船じゃん、しかも。ピンクちゃん、うなちゃんやってまいりました。無理やり呼ばれましたね、もう。いきなり準備もなく、心の準備もなくいきなり呼ばれましたね。遭難したレスキュー隊員を探してください。彼かい？あ？あ、違う！彼は、あ、犬だ！飼ってた犬じゃない？なに？ピンクの色つけてる。全部ピンクや。オッチン。新米救助犬なんだって。オリマーの散策プラス、その二重遭難した彼らは、やっぱり、オッチンだけ見つけたよ。よし。オッチン。俺、突進で壊してくれ。突進で。え、またいるじゃん。要救助者を発見。みんな、ピンクだ。
オッチンは乗れるのかな。オッチンは乗れないね。オッチン引くことしかできないね。あ、大きさが違うから乗れないの。オッチンは、オッチン頑張れ、オッチン頑張れ、頑張れ頑張れ。なんとどうしようか。あ、もう、え、早くねこれ早くね。よう、救難信号出とるし。よう、こんにちは。君は誰だい？あれはオッチン。やった！僕の救難信号が届いたんだ。君がオッチンと協力して僕を助けてくれたんですね。あれ？オッチンが隊長以外の言うことを聞くなんてちょっとびっくりです。隊長。おと、申し遅れましたが、僕はコリー。レスキュー隊のオペレーターです。オッチンがコリーを見つけたぞ。オペレーターらしい。これから仲間として、オペレーターとしていくのか。おー、結構重要な人物だな。なんかさ、真ん中のさ、見覚えあるんだ。これ、ルイじゃね？違う？真ん中。ちょっとなんかシルエット、見覚えある。まあまあまあ、そんなことないよな。新しくなってるもんな。3が出てきたんよ。さすがに4じゃ出ないよね。土砂で行き止まりだし、お腹は減るし、体力温存のため寝ていたところです。いいね。なんか遭難時の対処、できてる。改めて救援に来てくれたことを感謝します。俺に信号送ってくれた。結構できる男だな、コリーは。コリー、どうしたの？原因不明なのか？またやっぱ大気圏なんじゃない？燃えちゃうんじゃん、大気圏で。もうあ、でも俺燃えなかったな。俺だけ。どうして？なんかそうだよね。みんな無事だったのに、あ、みんなダメだったのに俺だけ無事なのもおかしいよね。シェパード号。で、ちょっとなんかやっぱ犬に対して好きだな、制作人が。犬、シェパードって犬だ。ダメだ。話してるだけでも一向に進まない。そりゃ眠いんだよ、もう今日。プンプレイ。見えるか。うれしい。他の隊員も探せと。お、なんかゲームパッド見たのもらったよ。ハムン？タブレット。あ、これ、タブレット？はい。うわ、すごい、ゼルダのシーカーストーンみたい。やも？今すべきことはこのアプリを使えばいつでも確認できるんです。やっぱ時代が変わったな。あの時は携帯ガラケー時代だったからな。ピグミ1の頃は。なんか運んだもん、携帯機器を。もうスマートフォンだよ。レスキュー隊を救助せよ、だって。もへい。よし。とりあえずオペレーターを見つけることはできました。で、乗れはしないんだね。あれ？これ帰った方がいいの？進んだ方がいいの？あ、違う違う違う、俺が乗ってきたやつじゃないじゃん。シェパード号全然違うじゃん。めっちゃでかい、この宇宙船。目の前にあるのに、ここからはどうしても行けそうにない。もう少し行った先なんですが、気になるものがあったのって。ちょっと行ってみようか。ただ、こっから届かないんだよね。ってことは、迂回していかないといけない。戻るか。あ、違うな。いきなり積んだか。あ、じゃあ右に行けばいいのか。こっちだ。この星の植物はすごく巨大。まあ、俺らが住んでる星なんだろうね、ここは。この先のことかな、言ってんのは。なんか土管みたいなのあるね。繋がってるのか？渡りたい。渡りたいよ。これジャンプできるのか？手前の段差が越えられない。抜け道を探せって言われてる。抜け道。あ、これじゃね？これじゃね？これ。ワンちゃん頑張って穴もらって。で、あんたたちも手伝ってあげて、見てるだけじゃなくて。ちょっと全部手伝ってあげて。一人じゃきついよ、オッチン。
おちん頑張れ。もうちょっとだ。これで繋がってるね。これマンホールじゃん。マンホール。下水道だ、下水道。よし。ついに。とりあえずシェパード号戻ろっか。トンクレイ。行こう、コリー。勇敢なる宇宙の戦士になるんだ、俺たちは。おい、うわ、なんか、地下世界思い出すな、ピクピンの。あったー、出たー、出たー、出たかー。ピクミン3ではなかった、この地下世界。まあ、下水道だからな。ちょっと水飲みます。いや、俺さ、ピクミン、さ、3をさ、楽だなと思ってたの、それ、地下世界なかったからなんだよね。ピクミン2が一番難しいなと思ってたの。これあったわ。やだやだ。オッチンがなんか言ってる。オッチン、この反応。オッチン、この反応。もしかして、はぐれた隊員が、ここにいるのかも。とんでもない下ネタ。とんでもない下ネタだったぜ。よくないな、このゲームは。ちょっと名前がよくないな。P したいけど、めんどくさいのでいいです。オッチンがこの反動をしてくれました。なんかいるぞ。気持ち悪い。あ、ベビーチャッピーじゃん、これ。あ、しかも、ごめん。ベビーチャッピーに目がくらんで、上の隊員に気づかなかった。隊長？あ、これ隊長なの？全然オリマーじゃないじゃん。隊長、シェパード、あ、シェパード号のシェパード隊長だ。ベビーチャッピーじゃない？ダメだ。どうしよう。一回ワンちゃんを、不審でよ。どこ行くんですかって言われちゃった。あ、あれ、オッチン！オッチン頑張れ！ナイスオッチン！助けてあげて。オッチン。もう大丈夫だよ。隊長。よかった、オリマじゃなくて。タチロしびれては降りれないらしい。そんなことないよ。隊長、本当に隊長か？宇宙隊員での身体能力とか全部もうパーフェクトな男が行くんだよ。大丈夫か、コリー？それはこっちのセリフですよ。無事で何よりですけど。新人研修以来だな。レスキュー隊隊長の新人の俺が助けに来たんだけどね。なんか偉そうだね。その、そうだ、オッチンのあれじゃん、俺やじゃん、シェパードは。確かに。じゃあ俺だ。ドッグトレーナーとして見込みもう俺ついていけない、隊長に。シェパードを、うわぁ、宇宙レスキュー隊を営むかけの99代目。危なかったね。100代目になる前に、生き絶えるとこでしょ。俺が助けなかったね。よし、もう、よかったよかった。ど真ん中。あれ、こう見るとなんか、すごいな、この、かっこいいな。グミ食べながらやろう。眠いからな、なんか食べてないとな、眠くなっちゃうよ、俺。もう、最近眠り症かもしれない。なんかいっぱい寝ちゃう。ショートスリーパーだったんだけどね。あんまり寝なくても生きてられたんだけどね。おぉ！あ、なにこれ。穴を目指して洞窟入り。どうした？なんか言ってたぞ。あ、でもログ、あ、そういう時にこうログを見れるんだ、みんな。覗き込んだら落ちちゃったんだって。ちょこちょこ。ログいいね。よし。あ、どうした？アイコピーは了解って意味です。それじゃあ、アイコピー。アイコピー。マーレクト。
これレスキーの心得らしい。皆さんアイコピーを覚えてください。よし現隊長エルマシェパードレスキーの心得を教えてくれます。パンタコさん、タブレット共有できる。すごいな技術が。すごいね。てか電波が飛び交ってんのすごい、この惑星すごいよね。人間ってすごいよね。通信機器作るのすごいよね。なんか俺考えたら戦国時代に通信機器がさあったらさ最強だよね本当に。あ、ここから来たんだ。結構深いな。ふもね、確かにそうだよね。あんな高いとこから落ちて。で、登るの。え？空気が出た。空気が出た。よし。なんかローディング、今回のゲームローディング長いね。猫触りながらやりましょう。ねえ、なんか眠いのなんでなんだろう。疲れが溜まってんのかな。え、てか、4人行動すんのこれから。初めて目にするものを触るときはもっと慎重にだな、だって。みんなもだよ。俺だけじゃなくて、みんなもだよ。あ、旗立ててる、旗立ててる。なんか2000何年かのあの韓国代表が日本に勝った時マウンドに旗立てたみたいになってる。なんならあの宇宙に行ってあの月に到達した NASA のあの飛行士があのアメリカの星条国旗立ててたみたいになってる。旗のイメージその2個しかない俺今日本の旗じゃないっていうね。ごめんね、今日ダメだ、俺喋ってばっかで。ねえ、進まないね。ごめんね。全然進まないね。ずっと自由にやってたわ。コーリー、しばらく見ない間に大きくなったからだって。え、なんかでも確かに。あれ、なんかでかくね、コーリー。あれ？あれ最初見たときちっちゃいなこの子って思ってたんだけど、確かになんか俺らよりでかくね。気のせい。ええ、なんか俺らよりちっちゃくなかったっけ。気のせいだっけ。コーリーなんかでかくなってる気がする。気のせいだといいけど。シェパード号、うわ大破しとるわ。ビューロ、地球船内の様子を見ていきます。行ってこい。大丈夫か？ヘッドポン。状況を報告します。エンジンがオーバーヒート。エンジンつけっぱだってか。宇宙船は爆破寸前のところでした。危ねえ。でも大丈夫だったんだよね。トゥナベ。あ、よかった。エネルギータンクが空っぽ。まあ、エンジンつけっぱだったからな。マメ。危なかったな、でも。燃料がないんだな。燃料が。キャプテンオリバーの公開にし、なんかヒントが。なんだ。てか、キャプテンオリバーはこの世界で英雄なんだろうね。この星で見かけるキラキラした物体を調べたところ、キラキラエネルギーが含まれてる。うん。キラキラエネルギー、あ、これが燃料があるんだ。はい。カプチ？見える？おお、キラキラエネルギー。カプチ？燃料大事だね。タカタカ。ルッペ。よし。そしたら、シェパード号再、はい。再起動しよう。ビールを使いましょう。
ビーグル号って俺が乗ってきたやつか。で、シェパードに残んのかな、この二人は。カプチ？地蔵？ビーグルを呼びたいみたい。だけどなんかでかくなってる気がする。マジで、気のせいか。マジででかくなってる気がするんだけど。こっちや！勝った？ポニャノン。ポーチャンのパソン？あ、ここ、ここ使うって。でもビクビンまだ出てこないね。こんなに進んだのに、もう30分やってるのに。あ、キラキラエネルギー発見したよ。これじゃね、なんかフォークだな、これレーダーマップ。あ、お宝だ、お宝だ。はい。はーい。でも運べないね。オッチンでいけるのかな。頑張れオッチン。オッチンいけ。お、ナイス。オッチンすげえ、一人で3個分や。てかピクミいらないじゃん、オッチンいるから。おい。まだピクミンいらないぞ。ナイスオッチン。ヘリまあ一応大きさちっちゃくても大きくても燃料になるみたいよ、ようやく。俺も眠い。あ、眠い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 。お、何キラキラエネルギーこれ。はーい。50プンプレイ。あ、なるほど、250残り集めるんだ。ハムン。なるほどな。オッチンだけじゃきついんじゃないか ?3 個。あ。あ、これは。この音楽は。これ赤ピクミンのあれだ。オニオンだ。いけ。お、ナイス。あ、これも 3匹分ね。オッチンここまで。オッチンここまで。オッチンここまで。お前頼むよ。あら。あららららら。鬼よ。あ、すごい、奥の花が咲いた。やっとここでピクミンか。やっぱ30分経ってようやくピクミン出てきたよ。あの、オリマの話や、覗いてね。パトロ、これがオニオンです。引き抜こう。かわいい。赤ピクミン。まあ、一番大事よ。赤ピクミン。なんかかわいそう、人がいっぱい、人見知りしないかな。協力してくれ。仲いいね。遊んでる、かわいい。大きさ同じぐらいでよかったな。ピクミンを増やすか。今回もロックオンできるぞ。ほら。オッチンも一緒に運ぼう。よし。よし、増やしていこう、これで。これもうみんな多分知ってると思うけど、ピクミンを増やすゲームです。ピクミンを増やして、お宝を運ぶゲームです。ピクミンってどんなゲームですかって多分ね、思ってる人いると思うんですけど、俺も言われたことあるしね、実際に。ピクミンは増やして戦わせてお宝を集めたり燃料を集めたりするゲーム、本当にそれだけです。集合、引き抜け、
見とけ。おい、見てないで、見てるだけじゃなくて手伝ってくれや。よし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 。確かに結構増えたね。抜け抜け。10匹、11匹になりました。これこれ運べるかな。なんか任天堂の SP だこれ。 SP 届かない気がする。あ、そういうことか。オッチンで揺らすのかな。うわ、動かない。あ、動いた。ほら SP だこれ。懐かしい、ゲームボーイで出た。さすがニンテンドー。うわ懐かしい。俺さ、これ持ってたんだけどさ、友達に貸しちゃってさ、あの帰ってきたのよ。仮パクとかじゃない、帰ってきたのよ全部帰ってきたんだけどさ、なんかね、シールが貼ってあって後ろに、なんか汚いシール友達が勝手に貼って返してきてるさ。でも本当に嫌な思い出だわ。嫌な思い出、思い出したくなかった。よし、ナイスナイスナイス。ここにもなんかあるぞ。これは届かないな。オッチンも一応投げれるのか。オッチンは投げれないんだって。あ、SP ゲット、いいね。もう一個あるんだよね。あ、これなんじゃない。もう届け。届いた届いた。よし、はい、ここまでよろしく。こっちだよ。この間ピクミン抜いておこう。よし、これはなんだ。ヘロヘロ。おお、ウダちゃんとオッチン、素晴らしいコンビネーションだ。ありがとう。ありがとう。アイコピーは了解だもんね。ピクミンとやらも従順で救助犬のような働きをするようだな。だよし。チュートリアルって感じだな、ほんとに。眠くなるよ、チュートリアルは。いけるか。あ、ゲームボーイ。あ、ガラクタも入れちゃうんだ。OK、今日捕まえた3つ、これが全部燃料になるんだ。あ、眠い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 。こう、あ、眠い眠い眠い、すっごい眠い。やばい、やばい。動画撮ってる最中に眠くなることなんてないよ。チュートリアルすごいな。眠くなっちゃう、チュートリアルが。再起動できましたって。まあ、でもそらそらピクミンをさ、ワン、ツー、スリーやって知ってるもん、俺。だからだ。あ、レーダーによる隊員の探索ができるって。じゃあ俺だ。みんなどこいるんだろう。どこ隠れてる。おお。そば。どこだ。どこだ。映してくれ。おお。なんかコリーこんなでかかったの気づかなかったわ。たま。あれ、勝手に名前が付けられてます。マレコ。
命名 AI があるらしい。有名な鑑定家が監修してるらしい。すごいね。よし、とりあえず300で。この推しは出れるのかな？多分別の推しに行くんだろうね。あ、別の推しじゃないや。この推しの別の場所に行くんだろうね。探しにね。どこにあるんだろう。あ、俺もしっかり食べといてくれた。ご飯だ、ご飯。あー、やったー。始めた瞬間3人捕まえたよ。あと4人。幸先が良すぎる。怖いぐらいに良すぎる。さあ、2日目になりました。おはようございます。僕は寝てません。ピクミンの世界は寝て変わりました。僕は眠いです。ずっと眠い中やってます。No. よし、揃ったな。これから作戦会議を始める。エイコピー、状況説明してくれます。救助犬と隊員2名は合流できました。僕が合流しました。ただ、シパード号はトラブルで故障しております。キャプテンオリバーの居場所だけ5人の居場所が今分かんない状態でいます。それをみなしゃピクミンと、うなちゃんの力、そしてあのオペレーターたちの力で、探していこうというところですね。伝わったかな。はい、半分寝ております。私は、あ、状況を言うと俺は眠いで、真横にいる猫ちゃんと後ろにいる猫ちゃん寝てます。で、今暑いので服を脱ごう。暑かったから服を脱ぎました。はい。頑張ろう。オッチに連れてっていいらしいよ。ありがとう、シッパードありがとう。あとさっきのピクミンたちもね連れていけるっぽいので、ちょっと最初増やそうか。そしたら未知の惑星に遭難した隊員の捜索をしながら彼の行方を追ってくれ。二次災害ですね。あ、てか同じとこやね。同じ場所来ちゃったんだ。いや、しゃあない。もうピクミンを増やしてこう。オッチに投げてたらしい。え、オッチに投げてたの。はい、毎度のごとくピクミンを増やしていこう。頑張れ。ちなみになんかピクミン20匹ぐらいしか出せないらしい。さっき見た。今までは何匹でも出せたの。今回種類が豊富だから20匹までなのかな。7種類いるからね今回。何？オニオンが種を吹き出すのやめちゃいました。中で数が増えてるらしい。え、てか20匹までしか出せないのきつ。赤ピクミン。え、これ赤だけに20匹ってこと？きついな。話があるので来てくださいだって。はい。やも。ありがとうございます。探索行けるって。ついに。ついに行ける。しかも近場、めっちゃ近場。いいよ、行くよ。そこ行くよ、今日は。満足する、そこで。日だまりの庭。ここにはぐれた隊員がいると思われます、だって。え、そんな簡単にさ、見つけちゃっていいのかな、隊員を。あ、しかも俺、各自で行くんだ。君たちはシェパード号に残るんだから。オニオンついてきた。日だまりの庭。よし。救助して、お宝と、ビグミンも増やしてって感じだな。今日はやることが多いな。猫ちゃんが気持ちよく寝てるの羨ましい。すごい。かわいい。あ、てか庭だ、ほんとに。そうだ、俺らの世界に来てたんだ、ここは。
あ、ちっちゃい小型のチャッピーがいる。かわいい。到着。よろしくお願いします。チャッピーを倒しつつ増やしていきましょう。なんだコリー。お、左上時計、日没時間がわかるって。わかりました。まあ、たくさんヌーポオニオンはビクミンの乗り物でもあるようです。なんか見た目変わった、大きくなったわビクミン。しかも相変わらず20匹しか出せない。しゃあねえな。なんか増やしてやっていこう。あ、この岩も集めたいけど、この生物は倒すよね。 OK。 頑張れ。で、こういうの増やしていこう。ありがとう。よし、それも全部運んでくれ。これなんだ、ダイヤ、石。一見これはただの石ころだが、琥珀のような化石化した生体物資のようだ。熱を加えると粘土になるって。はぐれている体の科学者がやれば、科学者が来るまでまだ分かんなくて、それまでに集めてくれるのか。クリンたちお願いしますね。でも本当に人数増やせないのきついな。20匹でやりくりか。よし、みんな来い、みんな運べ。なんか1匹いる。で、多分1匹残る。オッケー。で、そうだな、あのチャッピーの行こうか、こちらへ。あ、どうした。そこ大事なことを伝え忘れたが、隊員たちの捜索にはオッチに届ける動きは不可欠だ。はーい。へぇ、ゲット。オッチンの匂い。新しいね。やっぱ犬か。犬をしっかり使わなきゃいけない。段取りよく。あ、ありがとう。順序を立てて効率よく作業が断率じゃない。段取りがいい。効率がいいやり方で、行くってことですね。今回2人とか3人操作できるわけじゃないからさ。そこがまたね、大変だよね。この壁はもう壊すしかないのか。運ばない人にはもう、壊したりしてもらおう。おっちん。おっちん、お願いしていい？あ、どうしよう。ま、いや、とりあえずお任せでいいか。お任せ。あ、なんかお宝あるよ。上に。あそこ壊すのはちょっと段取り任せてるから、ここの野球ボール取りたいけどな。登れないな。オッチに乗らないと登れない。で、逆側は橋がありますね。よし、壁壊したみたいなので戻りましょう。この子たちも連れてね。で、シピクミンは順調に増えてる気がする。あれ？え、それどっから持ってきたの？え、なんか勝手に持ってきたよ。おっちん。おっちん、これお宝だって言ってる。ちょっと待って、でもね。この蜜吸わなきゃ、甘い蜜。あ、一人で吸うな。お花にしよう。花にしたら早くなるから。
まだ、あ、しよう。よし、みんな吸え吸え。とりあえず今いるピクミンは花にしとこう。よし、ハブスパ。うわお宝じゃねえ、洞窟や。うわうわうわ、これ敵もいるし、周りワンちゃんがお宝お宝言ってるし。あれ、いいや、一旦運ぼう。の前に倒そう。炎ピクミン、赤ピクミンなら炎に強いので大丈夫。もうあのこいつ倒します。あれか、そうだね、ここオニオンできそうだね。あー、花が。オッチン、オッチン燃えちゃうのか。ごめんごめん、オッチン燃えちゃうのか。オッチンごめん、オッチンごめん、オッチンごめんよ。よっ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 、倒した倒した。で、運べるやつは運びましょうか。はい、なんかある。岩か。でここの橋が、あ、これ粘土に、さっきの石をこれ粘土にしてさ、つなげるんじゃない。今はさ、ないけどさ、そのうちってことやろ。そのうちだね、これ。とりあえず運べるやつは運んじゃおう。頑張れ、ナイス。なんかせっかくだからオッチンでも運ばすか。3匹分だもんね。オッケー。で、この岩を残りの人を集めて、で一旦戻ればいいかな。ちょっとピグミン連れてこなきゃ。また待って、早いな、意外なんか遠いな、そこ。タブレットで動かせないかな。1書いてない。拠点となるものを移し、これ拠点どうやって移すんだ。ちょっと待って、あ、もういいか。もう拠点さ、動かせる策ね、さっきの。どうやって動かせばいいんだろう。切り替え、カバン、ダメだ、まだ動かせないね。集合、最集合。あ、ここ触ったら動ける臭いな。ちょっと運んできてくれるビグミン待ってみようか。あれ？オッチンとピクミンさ、運ばせてるんだけどさ、全然来ないよ。あれ？まあいいや、一回動かすか、場所。場所変えたい。レーダーで動かせるかな？ヘロヘロ。あ、できた。オッチン持ってきてくれてるよ。ダメだ、遅れない。あとさ、遅れないに一応ここ登ってさ、あの野球ボール欲しいよね。あ、来た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 。えらいえらい、それはえらい。よし、ああ、一人で行っちゃってる。待って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 、
めっちゃ仕事するじゃん。え、集合。うわ、でもできればマジで動かしてんだけどな。動かせないんかな。まあ、多分、後でできるんだろうな。戻ろっか。こっちは橋が繋がってないので、遠回りになっちゃいますけど、この時間をかけすぎるとまた日没に間に合わなくてさ、なんか前河原次元だっけ、なんか河原運んでるピクミンたちが全員死んじゃったっていう大事件が起きて、ちょっと時間かけすぎるとそれが起こる可能性って嫌だから、もう行こう。ヘリ地下世界行こう。何これ、低温のピクミンがいるらしい。いや、ピクミン連れてった方がいい。名残氷結。あ、選べる。よし。今まではここで調整できなかった。あー、すごい、ロケットも入ってた。いや、でも今回ここやるしかねえな。名残の氷結。ベビーチャッピーの確認したからさ、多分いるよね、クイーンチャッピーも。またまだ出てこないとは思うけど。あ、この中にいるんだって、隊員が。これ倒そう、倒そう。運ぶ必要はないんじゃないか。で、これは壊しましょう。いいじゃん、いいじゃん、これ運ぼう。食った、あ、食って運ぶんだ、へえ。頑張れ。オッチンは結構使うことが多いと思うので、近場にね。あ、虫、あ、虫も燃料になったよ。あ、待って、なんか、え、あ、え、あ、なんか戦ってるやついない？おい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 、何やってんだ？君たち何だ？手伝うか？あ、おっちんが今度凍った。おっちんごめん。おっちん凍った。おっちん。この何？このクリスタル色は。知らないピグミーなんだけど、これ何これ、氷ピグミーだ。あれ、氷ピグミー初めて見た。公開日誌にはキンキンに冷えた体で水場や厳選生物を凍らせる。水に行くんだって。水にも行けるかも。初めて見た氷ピクミン。すごい。すごい。一匹で運べる、もしかして。え、待って、一匹で運べる？そんなことないか。君らが運んでください。すごいね。いろんなピクミンいるね。あ、こいつ強いやつだ。こっち作ってくるから気をつけないと。あ、いたいた、隊員いた、隊員いた。なんかこっちでもなんかグデグデしてる。待って、いっぱいいる。ちょっと一旦戻ろう。面白くなってきたぞ、ついに。これ吸っときな、お花になっときな、お花に。おい、みんな
あ、にょ増えた。野生のビグミがいる分だけ地下でたくさん連れてあるけど、あ、そうなんだ。地上と地下は違うんだ。おやすみなさい、みんな。つった？ OK。ってことはもっと増やせそうだな。こっちにはこういうの壊してもらおう。メス。あ、これをしたらショートカットできそう。ほら。ほら。運んどいてもらおうか。ごめん、ナイス。で、オッチンは。いやー。あ、また見つけた、ラッキー。新しい。しかもなんかここに。オニオンがある。え、これ何オニオン？氷ピグミンのオニオンか。なんだこれ。なんだかプスプスしてるって。持って帰ってみよう。資材の山運んだ。オッケー。ウィー、ナイス。これも壊せんのか。すごい。あ、凍った。ブヨブヨが凍った。ブヨブヨ凍ったらオッチンか。あ、よし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 、ナイスナイス。おりゃ、氷こんにゃくを壊す。これも一応資材になってるな。うん、このブヨブヨは何もできないけど。みんな各自運んでもらって、隊員発見したね。そんなんしたっけ。バイタルチェック。脈拍、血圧、体温に異常がありません。ふんふん。でもこれじゃ誰かわからないな。だってすごい曇っとるね。運べ。そうだ、そうです、そうです、そうです。これ捨てなんか黄色の花が咲く。すごい。でも氷ビグミ初めて見た。みんな集合、今から運んでる、運ぶ、こ来るからね。長いチュートリアルだったけど、でも全然苦じゃなかった。眠いだけ、眠いことさえ差し引けば楽しかったな。運んで、ありがとう、オッチン。おい、誰だろう、この人は。ラッセルーラッセルー開発者ー、ラッキーラッセルー。え、ラッセルでかい頭良さそうだね。どこの人？あ、右の人なんだ。科学者ラッセル。論理学者じゃん、多分。なんか、ラッセルと聞いたことあるよ。哲学とかなんか論理学をやってる人の名前の、確かラッセルだよ。科学者じゃない。アインシュタインとかエジソンとかね、科学者っぽいけど名前ね。ラッセルはね、また哲学の人やからな。あ、これ。吸って。ナイス。よし。他に名前の人とかもさ、シェパードとかもなんか有名な人の名前なのかな。はい、ということで地上に帰ります。はい、ラッセル救助できました。
で、今回いろんなものも運べました。調査コンプリート、あ、この調査コンプリートでかいわ、これ嬉しいわ。オニオン類お宝救助した人、これ全部欲しい。これよ、うん、やっぱ全クリしたいよね。しゃあ、長い、この時間何なんだろうと思って今眠そうだった、眠くないって寝そうだったよ。猫ちゃん見てるし、こっち起きて、おはよう。さあ戻ってきたよ。拠点を今度こっちに変えたいな。あ、時計がずれてる、なんで。あー、そういうこと、時差、地下との時差がある、時差があるんだ。6分の1、長く言い過ぎてもダメなんじゃないか。おお、なんだ、吸い込まれた、ガーリック。ピクミン出せる数増えるって、これないと無理なんだ。でこれから30匹になるのか、イエーイイエイイエイ、そういうことね、なるほどね。あれ、あ、引っ張れない、無理か。どうしよう、どうしよう、資材をさ運ぶのもありだけどさ、こっちに移したいんだよね、生物。うわ、どうしよっかな。いや、マジどうしよっかな。何から始めていいのかわかんねえ。拠点を移、あ、移るよ。あ、こうやって呼ぶ、逆にこっちに呼ぶんだ。なるほどね。拠点移れるならすごいありがたい話だよね。いけ、18匹。いけいけ。すごい楽。はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。どうしよう、この先行くか。氷ピクミン強そうだ。ちょっと解散をして、むず、今回むずいな、解散の仕事遅くなっちゃう。なんか氷はいけるって書いてたんで行きましょう。あ、いけた。あ、待ってね、もうオッチンはダメなのね。オッチンはダメなのかい。オッチンはどうしよう。あ、もうオッチンそこで待っててよろしく、よろしく。氷ピクミン、じゃあ投げるのは無理なんだ。一応入れるけど投げるのは無理だ。なるほどね。死なないけど投げるのは無理です。なので、一緒に行くことしかできません。ここは？これ壊せる？無理。無理か。じゃあまだ水辺はいけないのかな、やっぱ青ピクミンいないと。投げ、氷は無理です。彼、あいつ倒すか、あの寝ているチャッピーでも倒すか。ブーン。しっかりと狙いを心得る。ボーン、ロックオン固定、あ、これはね3の時にね覚えました、やり方教えてくれます、ありがとうございます。なるほど、こうやって倒すのか。いくぞ、うらうらうら。あ、凍った。そっか、氷ピクミン投げたからか。今がチャンス。ナイス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 。もうなんかでっかい水来たけど、これいらない、今いらない。
際この子たち倒して、あー電気のやつね、これキーピクミンが必要だ。で今回3匹以上では持てないのかな。あでも持てた気がすんな、さっき見たところ。ちょっと移動しましょう。資材を発見。あ敵だ、危ねえ。運べる？ありがとう。あーオッケー、ギギ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 ギ、凍ってる時によし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 。なんかミスになってさ、運ぶとかの概念ならないんだ、マジか。どうしよう、ここキープグビーにないと厳しそうだぞ。あれ、あ待って、逆にこっちから運べる。オッチン、オッチン行ってこい。でこっちは各自勝手に増やしとくの。これがつながるんじゃない。あみんな運べ、ナイスナイスナイス。オッチンもめっちゃ頑張ってる。これオッチン以外も引っ張れるの？あ引っ張れるっぽい。あナイス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 、抜き鉢どかせました。もう渡れます、ここイエイ。あ戻ってきた時間がね、時間がありますからね。じゃあこのクリスタル運ぶか、頼まん。この間に戻りましょう時間もやばいぞ。みんな真ん中戻ってこい、入ってきて。いやナイスナイス、いやナイスナイスです、本当ナイス、本当にナイス。ついでにここ増やしとこう。パトロン、オニオンと同じ色しか増やせないみたいですね。あーあの子たちがまだ仕事しようと頑張ってる、えらい、マジでえらい。見える？あ帰りの支度しなきゃ。カプチー、やばいやばい、集めなきゃ。これで何匹死んだ。11匹だ、やばいやばいやばい。ここはでもまあ一旦ね、一旦も彼らに任せて多分大丈夫で、こっちにもなんかあった気がすんだよね、岩みたいな、なかったっけ。なんでここしかも上だけ切れてんだ。もう全部気のせいか。いや、ないな。全部気のせい。はい、ただいま。あ、30匹全員いるじゃん。ほら、ほら。全員いる。マイナスをして今日の探索。あ、これか。はい。あ、すごい、終わった終わった、今日のできた。まあ、最初はチュートリアルだからね、正直なんか強い敵とかそういうのはないけど、ピクミンが死んじゃうとかもないけど、なんとなくね、操作は慣れました。あー氷ピクミンどこ入ってったんだ。あ、でもまだ30匹しか出さないから、まあ、でも結構段取り良くなったんで良かった。よし、ただいま帰ってきたよ。あ、そう、ラッセルさん、哲学者哲学者ラッセル連れてきました。
でエネルギーもいい感じだね。ひなまりが 12% に変わりましたね。ちょっとここコンプリートしたいな。ルパー、ラッセル。ラッセル多分科学者でなんかいろいろ作ってくれるから、あの集めたやつ使おう。石ころ、この石ころならすでに調査、おーすごい、あ、多分粘土だから、あの、橋作ったりするんじゃないのか。万能自在。万能資材。開発や建築だって。建築？おい。てか、全部さ、犬の名前じゃね？本当にあの、ラッセルとも言うよね、犬。ね。シェパードも犬だもんね。コリーも犬だよね。全部犬じゃん。犬舞台。犬です。オリバーっていうのは知らんけど、犬舞台。全部これから、多分そのうち、ハチってのは、中堅ハチとかなんか、あ、それはさすがに違うな。種類の名前だから、シバ。シバ犬？予想したいな。ダルメシアンと、あ、絶対、チワワとダルメシアンはいそうだな。うん。チワワとダルメシアンとパピヨン。この3匹の誰かぐらいいそうだな。ってことで、あの、本日は、終わりなんですかね、これで。はい。終わりです。3日目はまた別の日に頑張りましょう。はい。じゃあね、みんな。